こんばんはー。こんばんはー。やっほー。ちょ、っと横にした方がいいんかな、これって。あ、めっちゃやばい、超下からアングル。こうか、はい、こうだ。こんばんはー。 もう今日ダメだああこれで毎日配信がであれだね途切れちゃうよね今日で15分今日できなかった皆さん1億2人にバズるの最終回ありがとうございました最終回めっちゃ楽しかった生放送でねすっごい緊張してたんだけどそう生放送めっちゃ緊張したんだけど すっごい楽しかったですそうなんかそれちゃんと楽しめるかなって心配だったんだけど全然めっちゃ楽しくっててか今までで一番楽しかったかもしれない最終回がちょっとなんか帽子かぶ,かぶろうと思ったっけどやっぱわわそうめっちゃ楽しかったです本当にめっちゃ楽しくって しかも昇格のやつもあったじゃないですかカナウとユイタンとサッチとリアチュが昇格おめでとう本当におめでとうちょっと僕と一緒にできなくなっちゃうかなどうなるのかわからんけどねみんなたくさんありがとうございましたなんか X もいっぱいあのリプリプとか引用とかしてくれたり拡散してくれたりね してくださったし。番組も楽しみに毎回楽しみにしてくださってて、本当にありがとうございます。シンガーさん、お疲れたくさん、ありがとう。お疲れ様。生放送ありがとうございました。楽しかったです。お疲れありがとう。お疲れ様。今日も楽しかったです。今日の髪型は、なんか。 編み込みでお団子してもらいましたちょっとなんか光がね当たっててあれなんだけど編み込みしてもらってましたそうです今日はこんな感じです今日の髪の毛今日の髪の毛はこんな感じ <laughs> そうだ前髪がないからちょっといつもと違う感じそれなりリエ自分のあのジェットコースター殴れるって知らんかったんだけどめちゃめちゃリエうが大好き嬉しいありがとうほんとに今までさいろいろ X ねあの大変だったけどありがとういっぱいなんかいつもリップインよとかしてくれたしさよく分からんような投稿にコメントもしてくれてほんとにありがとう。 そう自分のジェットコースターのやつ流れるって知らんくてさ流れてさめっちゃびっくりしたえなんでこれ流れるんってちょっと台本にたさにする家のジェットコースターが流れるなんてあこれ流れるんかいって思って <laughs> じゃゆっくりショールームやりたかったな。せっかく髪の毛も可愛かったし、またゆっくりショールームしたかった。すみません、十五分はわりたかったですね。あと七分しかないんだけど。あ、そうでも。あ、でかみちゃんさん写真撮れたよ。あ。 皆さんと写真撮りまししたためっっちゃ嬉しかったあれがみちゃんさんがさあのー、リーが凍結した時に引用してくださったじゃないですか私の投稿でその話もねそれでねお礼も言えたしそうあのー、そうその話もできたしお礼も言えたし何で凍結しちゃったのかいろいろ話せたしそうしかもなんかあの。 このリエが前髪なしえなんかねすごい褒めてくださったんですよねリエの前髪ないやな髪型をなんか顔出しがなんとかなんとかなんとかってちょっと全然忘れちゃったんですけどでもめっちゃ褒めてくださってほんとに嬉しかったですうんうすいさん幕張お話し会に通称申し込みましたありがとう幕張めっちゃ待ってるほんとにほんとに一番最初だからね はね、ばかりお待ちしてまーす <laughs> そうでも本当にみんなねありがとうございましたバズるの企画が始まってからねそう本当に最初の方は割とちゃんとなんかうんなんだろう話題に沿った投稿ができてたと思うんだけど。 だんだんなんかちょっとトレンドとかそういう感じになってちゃったじゃないですかだからみんなねいろいろあの自分たちだけじゃなくてみんなも大変だったと思うんですけどあ大丈夫で時間あの見えてるんでお時間大丈夫よ教えてくれなくてもありがとうそうみんなねちょっと大変だったと思うんですけどありがとうございました <laughs> でもなんかリップ編とかできたの楽しかったなーって思いますリップ編ってそうリップ編まあ X が始まったのもあれだった初めてだったあやばい今日なんか豚汁買ったんだけどお味噌汁買ったんだけど逆さまになっちゃった最悪えこれお味噌汁本当に ねでもめっちゃ寂しいですね終わっちゃうのが本当にもうなんか本当に一瞬で終わっちゃった気がするその番組が一瞬で終わっちゃった感じで今すごい寂しいなってもうきっと東京に行くこともなかなかないだろうしこうやってする番組がないのもいろいろなんか。 そういう貴重な体験ができる場面がすごい減っちゃったからめっちゃ寂しいですね本当に寂しかったんですけどでめっちゃ楽しい思い出でいっぱいですね <laughs> 本当にすごい貴重な体験がたくさんできて嬉しかったです実は番組続きますねサプライズ待てた本当にねあったらよかったけどねなかなかねそうもいかんよね あ、でも一瞬でも短い間だけど楽しく楽しい企画を毎回ね用意していただいて <laughs> ありがたいですね本当に <laughs> 楽しかったありがとうよかったヘヘ <laughs> あ、大丈夫です。あと2分ありがとう。時間見えてるから大丈夫よー。ありがとう。そう、最近はスマホをね、2台にしたから、ちゃんと時間がもう見えるんで、大丈夫よ。ありがとう。ね、また何かあったらいいですね。じゃあそろそろ誕生日見ましょうか。これさ、毎日配信にならんよね。 15分できんかったから勝手にチケットでや,やられてるんかなそれでは男女を見ます13位小見田さんありがとう12位ショートケーキさんありがとう11位大ちゃんさんありがとう10位マクさんありがとう9位お疲れラスさんありがとう8位ピンクのクマさんありがとう7位ドモコスさんありがとう6位マモ,モちゃんありがとう5位みさみさありがとう4位ジェナカムさん ありがとう、そしてサイン高屋さん、ありがとう、ね、マシンガーさん。ありがとう、フーティチャルパーさんでした、ありがとう。ありがとうございました。あ、熊野パパさん、お疲れたくさん、ありがとう。今日も一日お疲れ様。ありがとう、バズルの企画も、ありがとうございます。たくさん応援してくれて、ありがとう。おやすみなさい、皆さーん。またねー。 おやすみー <laughs> おやすみなさいまた明日会いましょうバイバーイ <laughs> ね今日はありがとう。